はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。今回は現在ピックアップ中の水着厚さを狙って出るまでガチャを引いていこうと思います。水着真っ白もできれば引いておきたいんですが、青木席にあんまり余裕がないので天井前に水着厚さが引けたらその延長で狙っていこうかななんて考えてます。それでは早速引いていきましょう。いきます。10連目いきましょう。あれ、チケットなんて持ってたんだ私。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、青ですね。まあ安定のオフ、まあこれが安定ですよね。以前よりもですね、まあ、画質の方とか、動きとかはヌルヌル動くようになっているので、まあ、前より見やすいかなとは思います。はい、ではどんどん引いていきましょうか。いやー、なかなかきついですね。いきなり10連目枠しか。はい、じゃあちょっと気を取り直して元の画面に戻ってから引いていきましょう。はい、水着厚さなんですけど、まあ以前の動画でも取り上げたキャラなんですが、保管による持続ダメージが強力なキャラとなっていて、最強っていうわけではないんですが、使い勝手のいいアタッカーとなっているので、まあアタッカー不足の方は引いてもいいんじゃないかなとは思います。水着真っ白の方もですね、まあ戦術対抗戦でまあ定評のあるキャラでもありますし、ハーフアニバーサリーは近いのでね、まあ無理はしなくてもいいとは思うんですが、まあいると助かるキャラの一人かなとは思ってます。こちらの方もね、まあ引かれるのは全然ありかなとは思いますので、まあ青奇跡とお財布と相談して引いていただくといいかなと思います。そうですね、そしてなんだかんだ言いつつめっちゃ爆死してますけど久しぶりのガチャ動画なのにいきなり爆死って、おい、ちょっと待て、戻ってこい、ちょっと待て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 、40連爆死だぞ、ここら辺で来い、おい最近ですね、まあブルーアーカイブがですね異常に楽しくて、動画投稿がまあ遅としてもう進まない問題に悩まされています。こういうのもですね、以前はですね高難易度とか総力戦はある一定の水準までしかクリアできずで、まあそれ以上はもう無理ゲーにも程があるぞって感じだったので、まあ楽にクリアできるところまでしかやらなかったんですけど、うわ最低保証、おい、まあ最近は育成が進んできた結果ですね、普通にトーメントまではねクリアできるようになったんですよね。嬉しい、めっちゃ嬉しいっす。マジでね、トーメントまでねクリアできるようになったのはめっちゃ嬉しいですけどね。まあでそこまでいったらやっぱりトーメントもクリアしたくなるじゃないですか。やっぱりそれでですね、まあ編成考えたり何度もトライアンドエラー繰り返したりしてるとですね、まああっという間に時間が過ぎていくという罠にハマってます。はい、おいちょっと待て、本当に出ないぞ、おいどうなってんだ、おい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 、え、やばい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 、ちょっと待て、やばいやばい、え、ちょっと待て、奥合いでしちゃうよこの動画、え、やばいやばいやばい、闇を見てるよ、え、90連星子なし、星さんなし、嘘でしょ、え、嘘でしょ、え、やばくね、いや、ちょっと待て、なんか淡々と喋ってましたけど、いや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 、ちょっと待て、全然出てこないじゃん、おい100連爆死？嘘でしょ？うわぁ嘘最近配布めちゃくちゃ多かったからありがたいと思ってたら100連爆死かよ、ちょっと待ってよ、やっと出た110連目で、嘘でしょ、もう2枚ぐらい引いても全然ありだぐらいだぞこれ。9枚目ですね、もう出てくれていいよマジでお願いしますよ、頼むよ、はいはいはい、どんどん来てくれ、やばいやばいやばい、なかなかの闇を見てるよ今日、久しぶりのガチャ動画で闇を見るってなかなかないんじゃないですかこれがガチャですよ、マジ怖いっすねガチャ。おーウィーさん嬉しいけど嬉しくねそして釣り抜けるっていうね、はい、ちょっと待ってよ本当に、星さん全然出ないじゃん、お出た、よかったよかった、やばいやばいやばいと思ったら、はいはい、出て出て、ピックアップキャラ、おーい星野さん、いやー適当にやってたらね全然出ないんですよ星野さん、勘弁してくださいよ星野さんいやーやばいっすね、ちょっとやばいやばい、なんか雑談なんてしたらなんかこう少しは引き良くなるかなとか思ってたら物欲センサー回避してめちゃくちゃむしろ引き悪いじゃないですか、え、やばくないですかこれ、待って、あっという間に140円が来ちゃったんだけど、え、ここに来ました、本当に言ってるこれ、え、やばいやばい、本当にやばいぞ、え、150連で星さん2体、え、やばい、本当になんかこうなんかあまりに怖すぎて実感わかないんだけど、あまりにこう爆死しすぎてて、
こんなに負けたことある？え、やばい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 。いやーガチャ怖いわ。マジ怖いこれは。ちょっと待って。本当に出ないぞ。いやーやばいやばいやばい。いや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 、ちょっと待って待って待って。170連して星さん2台しか出てないけど今のところ。え？これ何？何の動画？ちょっと待って。笑うしかない。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、また出た。え？ちょっと頼むよ、もうピックアップ出てくれよ、頼むから。頼む。ちょ。1枚目、9枚目ですね。2、3、4、5、6、やばい、ヌーヌル動くようになったためか、こう余計に爆死がきつく感じる。ちょっと待って。さあ、声ピックアップ。おい、しろこさん。ちょっと勘弁してよ、ピックアップ。最後、200連目。あ、出た、最後でいい。ちょっと待って、最後ね、逆転ホームラン来る？まあ、ここで来てても逆転ホームランでもなんでもないんだけどね。さあ、来い。よかった、あぶねえ。知らずあずさ、目標地点の海に到着。すぐに予定の任務を始める。別に怒れてるとかそういうわけじゃない。いやー嬉しいけどめちゃくちゃギリで出たな、ありがとうございます。いや怖っ。え、今回の動画めちゃくちゃ怖いけど。だって100連目で1回も出なかったからね、星さん。後半で巻き返したけど結局確率負けてるしな。まあ、ピックアップ出ただけでもね、めちゃめちゃありがたいですし、最後のギリギリとはいえ出たからね、よかったですわ。これで水着マシュも交換できるから、まあ、いいかな、許せるかな、全然。いや、それにしても、なんか、星にすら出なかった気がするぞ、あんまり。すごい結果だな。いやー、ちょっとこの動画を見た方は、ちょっとね、ガチャ引くのを思いとどまった方がいいかもしれないです、今回。まあ、限定キャラだからか、確率絞ってる感じが。まあ、ただ私の引きが悪いだけっていう可能性が非常に高いというか、そうなんですけどね。はい、水着マシロ交換しましょう。いやー、ひどかったですね、本当に。はい、ということで、マシロさんもお迎えということで。いやー、200連で出たとはいえ、なかなかの状況でしたね。いやー、なんか雑談でもしてればね、なんかこう、本当に物欲戦境して何気なく出てくれるかなーなんて言ってたら、そもそも星さんすら出ないっていうね。いや、ちょっと面白い結果にはなりましたね。結果としてはどうだったんだろう。ウイと星野さんと、ライディングシロコさんと水着アーツさんだから4体出たのかな多分。もし間違ってたらちょっと、動画の字幕に載せときますので、確認していただけたらと思いますが、いやー確率的にも負けてますけど、まあピックアップが出たのでね、200連の中で、まあ全然いいんですけど、それにしてもなかなかの闇だったなって思いました。これ最初の100連にやめたら、普通にゲームやめるレベルなんですけど。いや、笑ってるけど、正直笑いほどではない。っていう感じですね。はい、ということでまあ、今回は水着厚さを狙ってガチャを引いてみた感じでした。いやー、なかなかね、なかなかだったね。ちょっと、鬱憤が晴れないので、最後にちょっと確定募集。まだ実は引いてなかったので、これも引いちゃいましょうか、ついでに。じゃあ、行きましょう。はい、これも引いて、お納めにしましょうか。はい、まあ、確定なんでね、確実に出るんですが。さあ、1体以上出てくれてもいいんですよ。さあ、どうでしょう。おう、最後しか出ねえ。最後の最後まで締まらないな。運悪いな、引き。本当に引き悪いな。どんだけ引き悪いんだって感じだな。まあ、仕方ないね。よし、じゃあちょっとね、最後のキャラが何出るか、ちょっと見てみましょうか。まだ未所属のキャラだったら何でもいいです。誰です？おう。いや、ありがとうございます。嬉しいけどね、嬉しいけど、あなたもうお迎えしてるのよ。はい、
ていうかよく考えたら呼び出しポイントこれ10もらえるからあれですね、先に引いとけばよかったんですね。完全にもう頭の中になかったですまあまあまあいいかな、どちらにしろ200連目出た感じだったからどちらにしろ出なかった感じですしね、多分これ福袋じゃないわ、星さんが確定ガクチャチケット引いたとしても出なかったと思うので、はい、というような結果に終わりました。はい、皆さんも、ガチャとは無理なくやっていきましょうか。まあハーフアニバーサリーも近いんでね、本当に無課金や美課金の方はハーフ版に全力でいいと思いますので、ここら辺はまあ好みで聞いていただけたらとは思います。はい、それでは以上となります。ブルーアーカイブの話題を求めて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。